さあ今回はネオデフェンスというタワーデフェンスゲームやっていきます。さあこれこんな感じでバーッとねマップが簡単に作れるというかね変えれまして、あこれいいんじゃない。なんかねウェーブが無限らしいんですけど、ずっとやる感じかな。タワーは一応6種類ありますね。あで時間でボーナス減っちゃうのか。ブレードタワーは持続ダメージ5秒間30ダメージで、これを敵を遅くすると、これにします。まず始めよう。まず始めます。できる限り打てる方がいいですよね、長く。ちょっと壁が邪魔してるんだね。でもこんな道って帰らないよね。この辺置けますけど、置ける場所はかなり自由度が高いようです。あ足んないのか。あじゃあ通られたね。ちょっとなんかまあやるしかないか。強化とかできないかな。打ったら600ね。こうファイアレートが元がわかんないんですけど、あ、1.3 から2になると。これさ、これちょっと進めて、こいつら来る前にお金貯めてやんね、やれないかな。それしかない、うちは。もう1体倒せばいけるよ。よし、来た来た来た。これなら処理できるでしょ。オッケーオッケーオッケー。で、ちょっと強化してみたいですね。か、このブレードタオクか。30ダメージ5秒間っていうのは、ベーシックが50ダメージなんで、それよりちょっと弱いダメージ与えるくらいのイメージかな。レート上げます。倒しきったね。はなんか増えたな。これいけるもん。いけるもんなのかな。狙う相手はね、一応前から順にしてますけど、後半に関しては弱いとかの方がいいかもしれないですね。で、確実に受けるダメージを減らしていくと、ちょっと姑息ですけど。で、800が範囲だ、あ、一回選んだらその道から変えらんないんだね。そうでもないかな。あ、でも、どう？最初のこの DE があって、これ範囲ですよね。Q 選んだ、D じゃん、QE だね。QE のこの Q の方ね。選んでから、ここは W になってるのは、最初だけ分岐なのか、どういう感じなんだろうね。地道に死にそうです。じわじわ死にそうですよ。あそこじゃなかったかな。ここもちょっと弱い狙う。ちょっとね、他のターン欲しいですね。まあ、ちょっとパパってやっちゃおう。これいっちゃいっちゃいっちゃい、どんどん行こう。あ、待って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 、ブレードいける、ブレードいける、ブレードいけるぞ。あ、いえ、これ、ぐさぐさって刺さってね、刺さってますね。刺さってるというか、切り裂いてるというか。次は、スローはちょっとどうでしょう。ここに使ってみようかな。パルスボム、スプラッシュ、は多分、範囲ダメージかな。レーザータワー、ハイダメージ、レーザービーム。そのままでしょう。で、ジャベリン、5000。高いが過ぎます。高すぎるんですね。いやでも無理か。ここでやってるかな。こっちのが当たんのかな。こうか。これに関しては体力高いやつの方がいいよね。ストロングで強化左3000、初輪剣ソーム、下範囲、ラプチャー。5秒間から10秒間に拡大、かつ範囲が広がると。左多分範囲が広がるとかそういうんじゃなくて、対象が広がるみたいな、なんか全体攻撃的な感じかな。でなければあの値段、釣り合わないというかね。これいけそうじゃない？わー、早いついでな。いけそうじゃないですね。全然。終わった。ニューゲームいきます。今の踏まえてやると、てか1から5倍しかないんでね。かなり極端ですけど。最初これじゃないかな。始めていい、始めていいよ。ここ2ついってみる。ここいいんじゃない？しかも。もう、お願いね。で、ちょっとランダムないかな。片方ランダムにする。
あ、ないか。いや、でも、前順だと前しか見ないよね、本当に。ちょっと待って、こっちじゃストロングにしよう。ストロング最終なんかウィーク的な。こっちはまばらに行ってくるから。あ、いいね。これ形としていいかもしれません。最初こっちなのね。まあ値段的にこれくらいしかないですから。で、ちょっと案外ベーシックいらないかな説があります。で、ここスローにしちゃおう。持ってくれ。来た。スローはでもファーストだよね、正直。まあ、どれでもいいというか。まあファーストしかないか。ランダムが一番いいんですけどね。いける？あ、1体通った。あれダメだ。まあね、1体ならマシかなと。ちょっと範囲系欲しいですね、これね。パルスボム2000いきましょう。いや、もう一個増やすか。で、多分近づけすぎなくていいっすね。あー、どうしようかね。一応ウィークにしとこうかな。でもウィークすぐ死ぬか。何にしようか。ちょっとまだ増やしとこうかな。常に食らうにしたいから、各地に置こう。いや、やっぱ足んないかな。誰狙うかってかなり難しいところですね。でまだ5体しか入ってないんで、かなり推移的にはいいでしょうと。打っとくか、ちょっと。ちょっと強化しようかな、その上で。800だよね。範囲拡大は、あの真ん中とかならしても全然いいでしょう。いやー、通るのは仕方ない。俺行ってみるか。やばい、めっちゃ入ってる。やっぱ全員に当たってるわけじゃないんで、やっぱ全員に当てるっていう強化も多分あると思うから、そっちでも大事ですよね。置けないんか。置けると思ったんだけどな。ここに置いとくか。いや、もうダメですね。重なっていくとかなり厄介で、ちょっともう与え続けよう。あ、今倒しきた。ナイスナイスナイス。ファースト狙いで全体を減らしつつの感じ。うわー、ダメだ。あ、惜しいな。惜しいのかわかんないな。17ウェブでしたね。これは変えよう。あ、始まっちゃってる。アゲインだからか。ミニゲームで。あ、今の良かったな。かなり。入り組んでて、なおかつ何回も行ける方がいいですよね。あ、これいいね。これ勝ったでしょ。これ最後にしましょうか。で、ちょっとね、左の強化してみたいね。あれが、重要な気がします。最初、ここ、どうかな。あ、これちょっと、いいね。キモいい感じに刺さってますね。これがなければ、すごく、ここ、めちゃくちゃいいんですけど。二重で使う必要ないですからね。まあ、ここかな。で、これどうしようね。ストロング狙いでいく。いや、ストロングでいくか。いや、いいんじゃない、それで。で、最初ね、これの強化って2000、3000取られるから、ちょっと上げちゃうんです、ここダメージ全体をね。で、ここファーストでいいです。で、バンバン入れてって、これ3000いけるかな。いけそうですね。遅くするどうだったんだろう。40歩遅くする。1秒間で。当てたやつが1秒間っていうんであれば、正直大した能力じゃないので、ちょっと新タワー行ってみようかな。
エリアに対するインパクト、レーザー単体に対するダメージだと思うんですね。で、5000ちょっと多いですけど、でこのちょっとボーナスね、これはできる限りつけておきたいなと。で、どこかっていうと、あ、24秒の時だね。だ5倍だとちょっと厳しいかもしれません。これいっちゃいましょう。はい、攻撃。あ、いいね。その感じいいのよ、かなり。これ来ましたね。じゃあこれストロングじゃないかな。範囲拡大しよう、こっちは。あ、でも、いや、こっち拡大かな。拡大にしておこうか。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。左はダメージが伸びる、右はダメージがもっと伸びると。で、範囲が広がります。なので、基本的に高い方が多分強いのは、まあ、間違いないですよね。当然の原理ですよ。クローゼットって近いって意味だよね、多分ね。近い敵を狙うよとか。いやー、どうしよっかな。まあ、やるしかないか。足んないか、あれでは。いや、通られ始めました。3000か。ちょっとこれ、行きたいな、3000。いや、いけるか。そんなに通ってるわけじゃないんで。これ、どう狙おうね。近い時というか。さあ、ちょっと強化っていうのはかなりね、トリッキーな感じで。どっちが強いかっていうのは割と分かりやすいのかなと。まあ、明らかに価格差があるんで。まあ、でも安いのめっちゃ強くしていけばね、よりダメージも増えると、30ダメージから50になるんだよね。25から50か。あ、それは強いですね。そっちでもいいと。来ました、3000。よく分からないんですけど、射程が短くなる、それつまり、ほら、なんか全方位に。いった、全方位に行って、全方位行ってる。こっちだな。そうか。いや、ちょっとね、こっちの方がまだダメージ少ないかなって思ってやったんですけど、うまみも少なかったです。あ、通っちゃったね。どこで使おう？ここかな？これ強化とかある？あ、ありますね。ダメージ数が増えるようです。ちなみにここできないんで、ワムはちょっと、うわうわなことしましたね。あれ、こことかめっちゃ刺さるじゃん、ここ。ここ、ここ。売るか。別に売っても。そんなに。あ、間違え、やば。大丈夫か。あんま良くないやり方してず、今。売っちゃっての。あ、でかいな。あ、そんな強くないな。よし、来た、行きますよ。で、これってちょっと感じ変わるから、別にこれ被ってもいいかもしれませんね。いやー、まず上がやばいかな。一気に通ったね。これなんか硬いのかな。特徴が全くわかんないですからね。いや、でもすごく刺さると思うんですけどね。ちょっとビーム的な必要だね。結構入るな。いや、でもこの手裏剣強いね。特にこっち強化できたらすごく美味しいですけど、ちょっとビームやってみましょう。タワーを試します。ここはね、もう終わってますから、このゲーム自体はもうもう3回ですか、この短時間にやってますからね。ビームはどこがいいかな。普通にここでいいかな。あ、まあ、やっぱ、冷凍の、早いね。冷凍1秒か2なんで、そういうような、激強タワーと。狙いはどうすればいいんでしょうね。ランダムとかの方がいいと思うんですけど。さあ、行こう行こう行こう。ちょっと遅くしたいな、こうなってきたんであればね。これとダメージが入るのか。なんか違うな。さあ行きますか。ジャベリンタワー。まだ無理ですけど。5000。
これ2個あってもいいね。え、まず上げちゃう、これ上げちゃおっかな。あ、ダメージ上げちゃおう。ちょっと足んないですけど上げちゃいます。うわ、まだ上げられる。75、10秒間。今55秒間かな。38秒間か。あ、そんなもんか。あれ、思ったよりそんなに変わってないですね。最後ビーム行こっかな。いや、ジャベリンにしとこうか。あ、来た来た、すごいボーナスが多いですね。さあ、これとんでもない範囲です。こうでしょうかね。これはレートは早く、ダメージ500ということで最高ですね。サイ、あー、置いてあるか別に。てか結構射程が遅くするやつ、適当にこの辺に置いても全然刺さるのか。ボーナスミスったな。 30% くらいなのが多分一番いいんでしょうね。あ、これパターン入ったんじゃない。来てる感あるよこれ。今ほら、来ました来ました。じゃんじゃん行っちゃいましょうよ、ここね。間違えた間違えた間違えた。いや、ここ回転しよう。強い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 、いいぞいいぞいいぞ。ビームちょっと中途半端じゃないかな。やっぱダメですね、まずいねやっぱりまずいですね。まあでも10体ぐらいですか。通常なら多分大丈夫な量なのかなと。今なら行ってもいいですね。強いとはいえちょっと強化するかな。あ、でも安いすごい範囲だ。ダメージが1500になると、これは敵をスルーするは貫通的な意味ですかね。2つやりましょう。あとはこれかな。範囲が1、あ、1.3 から1なの狭くなってるよね。あ、スタンするといいね。お、スタンさせまくろよ、どんどんね。わ、でかいの通ってった。わぁ。遅くしてないですね。ちょっと遅くするやつも意識しよう。遅くするそのなんかないの、スロー 55% 永続的に、永続的になんないかな。あ、永続的じゃない、これってもう時間書いてないですからね。千馬しまった。当ててる間ってことですね振ります。スタンの方が美味しいよねこれね。まあスタンして何かするわけじゃないですけど、割り枯れんのか。じゃ結構、あ、終わったさあ降りましたね。さあこれはちょっと、おお、いいとこですけど、まあ、やみつきになっちゃう感じですね。シンプルですけど強化がいろいろあって、まあ、ボーナスを得てやっていくのがいいので、基本的にはね時間を巻いて巻いてやっていって、で置き方はかなり自由なんで、まあ、この壁があったりしますけど、基本的には、まあ、その壁の位置もねいやらしいですけどねまあうまくやれるんで、まあ、なかなか面白いですね。